暑い。はい、暑いっす。夏だよ。そうだよ。でもお盆だよ。お盆だよ。海入っちゃいけないんでしょ。ダメですね。足引っ張られちゃう。涼しみたい。お水に浸りたい。なんで？はい。珍しくレジャー的な買い物をしてみました。あ、いいじゃない。思ってるね、これ。おー。すごい。プール。まあ親戚の子たちがね。うん。お盆なんで田舎に帰ってきてるんですけど、うん、その前に組み立てて僕たちで先に入っちゃおうかな。あ、しよう子供たちに取られる前に、はい、それでは、はい、やってみる。じゃあ開封してきます。はい。完成したので水を張っていきます。島根近海 TV 夏休み企画番外編。親戚から、はい、日本一長いふ菓子をもらいまして。すごいね、そんなのがあるんだね。果たしてピーちゃんは15分で15分どこまで食えるのか。15分か。15分だったらいけそうじゃない？全然縛れ要素ないけどね。いい、夏休みだし。半分の7分で食べればいけるじゃん。じゃあ行ってみましょうか。はい、じゃあ開けてください。はい、ディディーン。よーい、はい、スタート。いただきます。うん、この匂いで。うまい。うん。なんだこの企画。ちなみに、うん、こんだけ大きいけど1本あたりだいたい382キロカロリーだそうです。え、意外とヘルシー。そうなんだ、すごい。もっと急いでくださいよ。はい、2分経過。急いでるよ。3分です。5分の1終了しましたけど、これ潰せばいけんじゃね。どう、食べやすくなった？うん、めっちゃ食べやすい。あのふ菓子を道徳してるような食べ方するけども、せっかくね、こんなふわふわしてるものを潰して食べるっていうことはしたくないよね。そうっすね。うん。なんかね、だんだんね、発泡スチロール食べてみたいな。お前、初めてしまった。発泡スチロール。はい、10分経過です。うん、残り5分。半分いった？半分いってないんじゃない、これ。ひたすらふ菓子をむさぼる嫁を見るっていう視聴者と俺。、うん、お、あと1分頑張って、ラストスパート。10秒、9、うん、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、15分。一応これじゃあ、まあ、箱ですわね。半分はいったか。あー、ちょうど半分くらいかな。おお、ね、こんな感じで15分で全部食べれると思ったら半分しか食べれなかった企画でした。何の企画やったよね。できました。はい、だいぶ溜まった。入っていい？いいよ。あ、気持ちいい。イエーイ。キッズたちがもう今か今かと待ってるんですけど、うん、セッティングした僕らが先っていう。そうだ、当たり前、当たり前じゃないか。早くんだよな。いや、ほんと、ほんとしんどいからね。あっ！あっ！
ビールを飲もう。よし、ビールを飲もう。いい、乾杯。夏って感じだね。うるさいな、もうこのおじさん。あのね、ゴーグルの中が曇って何も見えない。ねえ、あとついてあとついてる。この夏、わんぱくな皮膚めっちゃ見える。こんな感じでプールのレビューでございました。はい、ぜひ皆さん買って楽しんでみてください。ご視聴いただきありがとうございました。キー